ウクライナ首都キーウに異例の密度の攻撃、3人負傷。ウクライナの首都キーウが16日未明、異例の密度の攻撃を受けた。軍当局者が SNS テレグラムへの投稿で明らかにした、キーウのクリチコ市長によると、少なくとも3人が負傷したとの情報がある。キーウ軍政当局トップを務めるセルヒー・ポプコ氏によると、ロシアは今回、無人機、UAV や巡航ミサイル、 おそらく弾道ミサイルも使用し、他方向から同時攻撃を仕掛けた。攻撃は異例の密度で行われ、考えうる最短の時間に最多の数の攻撃ミサイルが使用されたという。ポプコ氏はまた、キーウ上空に入った敵の目標の大半は探知、破壊されたとも明らかにした。ポプコ氏によると、キーウが攻撃を受けるのは5月に入って8回目、キーウの複数の地区で破片の落下が報告されたという。 ソロミアンスキー地区で、非居住用の建物や複数の車両が炎上した。ポプコ氏は、キーウ市民の命を救ってくれた防空システムに感謝するとしている。キーウではこの日未明、複数の爆発音が聞こえ、民間人に避難命令が出された。クリチコ市長は初期情報の内容として、ソロミアンスキー地区で少なくとも3人が負傷したと説明、破片の落下により、車の炎上や大型ビルの損傷といった被害が出ていると付け加えた。 ロシア潜水艦隊に落ちる影その将来は専門家が想定する2つのシナリオ冷戦終了後もアメリカに次ぐ水準を持つと言われながら経済制裁で親衛艦建造も技術開発もままならず真っ当な海軍なしにはロシアに国家としての未来はない2009年ロシアのドミトリー・メドベージェフ大統領 当時は海軍力増強の包括的な計画推進の必要性をこう力説したそれから14年ロシアの水上艦隊は期待に応えていない昨年4月の国海艦隊の機関モスクワの沈没などメディアが派手に取り上げる惨事が続きロシア唯一の空母は度重なる火災にたたられるありさま比較的新型で小型の一部の艦艇を除けばロシアの水上艦の多くはおおむね標準以下と見なされている しかし、水面下に隠れるロシアの潜水艦は、今も世界のトップクラスと言われている。だが、今のロシアにとっては、ウクライナ戦争に勝つことがすべて、この戦争では出番が少ない潜水艦の性能向上は後回しにされかねず、西側の制裁も技術開発に歯止めをかけそうだ。ロシアの潜水艦は、水中性能ではアメリカに次ぐ水準だと、ジェームズ・ホゴ元米海軍大将は言う。 NPO= 核共イニシアチブによると、ロシアが保有する潜水艦は、通常動力、ディーゼル機関と原子力を合わせて推定58隻、うち17隻は攻撃型原子力潜水艦、9隻は巡航ミサイル搭載原子力潜水艦、SSGN とみられる。ロシアの潜水艦の中でも、ヤーセン型とその改良版であるヤーセン M 型の SGN s は、今日のロシア海軍の司法であり、 ことによると、今日のロシアの軍事技術の頂点だろうと、ベーシンクタンク、ランド研究所の専門家、エドワード・ガイストは本紙に話した。これらの潜水艦は、ロシアが誇る極超音速ミサイル、シルコン、それに、ウクライナ攻撃に使われた長距離巡航ミサイル、カリブルを搭載できる。太平洋領域を含む海軍発展を、ロシアの国営メディアは、昨年12月、海軍に近々、 新たな原子力潜水艦が数隻、納入されると伝えた。12月に収益式が行われたボレー型原船スボロフ大原水もそこに含まれる。ロシアは潜水艦の攻撃能力向上に、新たに資金を投入する方針を発表しており、国営メディアは、今後数年のうちに核攻撃が可能な超高速魚雷を搭載できる潜水艦が数隻導入されると伝えている。冷戦終結後は技術的、資金的な理由などで、 大型の水上艦の建造が困難になり、ロシア海軍は潜水艦部隊の強化に注力するようになったと、米海軍分析センターのドミトリー・ゴレンブルグは話す。ロシア海軍はその前身の旧ソ連海軍時代から水中を強みとし、厳選の技術は今でも世界のトップレベルだと、英国際戦略研究所、IISS のニック・チャイルズ上級研究員は言う。ロシア潜水艦の性能は、 実戦での検証不足、冷戦時代に比べ、現代的な源泉の保有数は減ったにしても、ヤーセン型の攻撃能力は非常に高く、より旧式の潜水艦と合わせて、海上でも陸上の標的に対しても、NATO の脅威となると、チャイルズは見るとはいえ、理論上は優れていても、ソ連時代の潜水艦がよく整備されていて今も機能するかは、保証の限りではないと、ハーグ戦略研究所 HCSS のアナリストフレデリック・マーテンズは指摘するロシアの潜水艦の性能は実戦で十分に検証されたことがないとチャイルズも言うただ潜水艦隊も含めロシア軍には無謀な気風があり NATO の常識では考えられないような危険も冒すと HCSS の上級アナリストポール・ファンホーフとは言う対ウクライナ作戦においてロシア海軍の役割は非常に限定的だ 核搭載可能な潜水艦部隊は、北方艦隊と太平洋艦隊に分かれており、ウクライナ戦争で実際に直接的な役割を果たしたことはない、これらの潜水艦は、アメリカに対して戦略的核攻撃を行うことが第一の目標だと、ジョージ・シー・マーシャル欧州安全保障研究センターのグレアム・ P ・ハードは言う、ウラジオストクを拠点とする太平洋艦隊は、4月に大規模な軍事演習を実施、ロシア国防省は、 臨戦体制の緊急点検を終えたたと発表したクレムリンの発表によると、軍事演習の報告をしたセルゲー・ショイグ国防相に対し、ウラジーミル・プーチン大統領は、ロシアの優先事項は引き続きウクライナの戦争だが、太平洋作戦領域を含む海軍を発展させるという目的は、依然として意義があると語り、艦隊の資産の一部を他の場所の紛争で使えることは明らかだと付け加えた。 ロシアの絶対的優先事項。しかし、ウクライナ戦争の影響は、ある意味でロシア海軍にも及んでいるか、少なくとも及ぼうとしている。ウクライナを支援する西側諸国は、ロシアの戦争遂行能力を損なわせるために制裁を科している。昨年12月に米国務省は、船舶関連事業者など、海軍関連団体を制裁対象に追加した。原材料がなく、産業基盤を維持できず、人手はウクライナの戦争に取られて、 ロシアが先進的な潜水艦の開発を維持することはますます困難になり、西側諸国と肩を並べる新世代の潜水艦など、将来を見据えた開発に投資する能力は縮小するだろうと、フォゴは言う、一連の制裁は、ロシアの防衛産業が欧米の技術に依存していることを浮き彫りにしたという見方もある。欧米の技術にアクセスできなければ、先進的な潜水艦を開発するリソースはほとんどないと、ハードは言う。 例えば、中国の技術ではロシアの要求を満たすことはできないだろう。潜水艦の維持は絶対的な優先事項。ロシアの潜水艦がどこまで外国の技術に依存しているかを検証するのは難しいが、開発の少なくとも一部には国外の技術が必要になるとゴレンブルグは言う。ただし水水水上艦艦艦隊隊と中の違いもあり特に原子力潜水艦は 外国の技術を必要ととしないい可能性が高いとも指摘するロシアの潜水艦隊の将来について、専門家は2つのシナリオを想定している。最終的にロシア軍全体の資源に制約が生じた場合、地上軍など最も損害が大きい部隊の再建が優先される可能性が高いと、ゴレンブルグは見る。そうなれば必然的に、潜水艦の建造は将来的に削減、もしくは制限されるだろう。しかしか 相対的な重要性を考えて潜水艦にもっと投資を回すこともありうるとチャイルズは示唆するただしその効果は短期的には現れないだろうゴレンブルグは過去10年の潜水艦への投資水準を念頭に少なくとも今後20年はロシアは自らを潜水艦の主要国と位置づけていると語るがその後は確実に影響が出そうだとはいえマーテンズが言うように核抑止力を持つ潜水艦と それを守る水中船舶の両方を維持することはロシアにとって常に絶対的な優先事項であり続けるだろうロシア軍戦闘機バルト海上空でナトウ軍機と対峙ロシアの戦闘機と北大西洋条約機構ナトウ軍機がバルト海上空で対峙する状況が発生したことが伝えられた15日現地時間にフランス通信 AFP などが伝えたところによると ロシア国防省は同日の声明で、NATO 所属機がバルト海でロシア領空に接近していることを確認した後、これらの機の領空侵入を防ぐため、スホーイ27戦闘機が緊急発進したと明かした。ロシアの戦闘機と対峙した NATO 軍機は、ドイツの P3C 哨戒機とフランスのアトランティック2哨戒機だという、ロシア国防省は、我々の戦闘機は空域使用に関する国際規則を厳格に遵守したと主張した。 ロシアは昨年のウクライナ侵攻後、バルト海上空をはじめ、自国の領空付近で、NATO 軍機に対応して緊急発進や威嚇飛行を行うなど、緊張を高めている。今年3月には、ロシアの戦闘機と米国の戦略爆撃機がバルト海上空で対峙する状況も発生した。